ええの。こうで。ここで内藤裕太を観察してみる。あのね、ぶっちゃけ見た感じで言ったらな、内藤裕太は俺がジャブ教えたじゃないですか。全くもって聞いてないね。多分見てないんだろうね。1分30秒で戦った後に、今度あのタイヤの中に片方ずつ足を入れて殴り合うんですよね。延長戦だったんですけど、全般両方とも1ラウンド目とそのタイヤを足を入れた2ラウンド目もあのそうだけど、左が全然伸びない。特になんか分かるのはタイヤに足入れた時の2ラウンド目はもう左が死んじゃって、もう折れたままでこうやって、ね、だけど2回あの転んだ後、最後後半戦内藤の右がパチンパチンパチンってさ3回か4回ぐらい当たるんですよ。だからあとね15秒か30秒ぐらいあったら内藤裕太が勝ったっぽいなと思うけどね。左のジャブがさ全然伸びてないんだよね。そのもう内藤はなんていうの、3分の1歩ぐらいもう伸びてないの。もうその場のジャブしかないんだ。ジャブは基本はこうだから、こうだからね、もう前に行くぐらいじゃないと、こうだよ。ジャブはバンって当てないと。お前らここが視線でこうやってやってるからね、当ててないからね、相手もこうやってグッと来ないんだよ。当たってもこの野郎って来るから。大体タイヤに足入れたのは最後ここで距離が取れたじゃん。だからパーンって当てれるっていうかね。だけどあれでも本当は左のジャブ入れた方がいいかもね。お前左が死んでる、嘘ばっかついてっからだよお前。あと20秒だね。力が入ってないね。こういうのはいらない。手打ちはね、こうだよ。こういうのが必要だよお前は。もう結構マジだよお前。お前のこれはね、こういうのはね、お前には話になんないよ。